皆さんこんにちは、スタイリストの田辺沙織です。毎度、今回はなんとザラーン、ザラの大量購入品紹介です。今回田辺は10万円分ザラの新作を爆買いしてまいりました。大量祭りじゃー。コーディネートも紹介しますので最後までぜひ見てくださいね。それでは早速いきましょう。レッツラッゴー。まず一つ目はこちら、ダダーン、ニットのセットアップです。はゆんとしたニットになってます。編み地もざっくりしていて、ちょっとゆるっと着れる感じです。今季ってニットセットアップがめちゃくちゃトレンドなんですけど、セットアップだと一発で可愛く決まるのでおすすめです。今回のコーディネートはニットのセットアップでゆるっと可愛く決めました。セットアップの色味がバニラみたいな明るいライトベージュなので、小物はレザーで統一して大人っぽくしています。で、このバッグ、こちらもザラのものです。このコロンとした小さいフォルムがめちゃ可愛いよーと思って選んできました。これ表面も片押しになっててめちゃくちゃ高めします。こういうゴールド飾りもシャレポイントです。ニットのミニスカートはどうしても幼く見えがちなので、ロングブーツでバランスを取りました。トップスがややオーバーサイズ気味になってるから、タポンとして裾からね、ミニスカートをチラッと覗かせるバランスがめちゃくちゃ可愛い。2つ目はこちら、ダラーン、テーラードジャケットです。今年は去年のものと全然違って、まずサイズ感が少し大きめの作りになってます。生地感もパリッとしたやや固めのもので、さらっと羽織るだけでハンサムな感じの雰囲気に仕上がる。これが今年のジャケット選びのポイントです。今回は今年らしくクールなイメージでまとめてみました。トップスは抜け感を出すために T シャツとかシャツとかではなく、タンクトップでちょっと鎖骨をねアピールしております。このデニムもザラのものなんですけど、クロップド丈で裾がフレアになってます。今季はこういうちょっと短めのフレアが田辺的おすすめです。裾が短いからこそ、ソックスレイヤードをしたりとか、ブーツをチラ見せしたり、足元のおしゃれを楽しめると思います。あと忘れちゃいけないのがこちら、アームウォーマーをプラスしてみました。これも両方ザラなんですけど、今年アームウォーマー絶対つけた方がいい。あったかいし、つけるだけでおしゃれ様感がすごいんですよ。AW はパキッとしたブルーが来るんですけど、めっちゃシャレ取ると思って、絶対使えるホワイトも欲しいと思って2色買いしちゃいました。チクチクしない。しかもなんか若干、ちょっとね、モヘアっぽくなってるのかな。なんかちょっとふわふわ感があります。ホワイトはこんな感じで、結構こうピュアな感じ。これモテそう。このホワイトのアームウォーマー。これで、なんと1990円ですよ。これ2色買いするっしょ。おすすめ。田辺は結構こういうシンプルなベルトが欲しかったんですけど、ちょうどいいのをザラで見つけちゃいました。こんな感じで結構どんなお洋服にも合うし、ポイントになるんですよ。パンツスタイルの時は今年は特にこういうベルトを通してあげると引き締まってね、素敵に見えると思います。3つ目はこちら、じゃーん、今季のアウターはフライトジャケットは絶対外せないアイテムなんですけど、これは袖がね、なくてベストになってるんですよ。こういうのって珍しいから、ぜひザラでゲットしてほしいなって思うんですけど、このね、襟のモフモフのボアの感じがちょっと丸っこくなってて、田辺はね、このフライトジャケット結構この首のベルトを締めて今年は着たい気分です。これね、中がこういう風にボアになってるんです。めちゃくちゃあったかい。しかもなんかゴワゴワしなくて、すっごい肌触りも良くて、めちゃくちゃ柔らかいんですよ。コーディネートはこちら。このベストは割と肩がね、ワイドめの作りになってるので、あえてピタッとしたインナーを合わせることで、すごく華奢見えして見せることができるんです。合わせたのがこちらなんですけど、これもザラのものなんです。絶妙な色味とリブの入り方が洒落てて、インポットっぽいかなと思います。ボトムはふんわりと入れるスカートで、アウターがガッチリめだからこそ柔らかさをプラスしました。足元は、これもザラのブーツでーす。じゃーん、今年も可愛いの見つけちゃいました。このスエード素材がめちゃくちゃ高見えするなって思ったのと、足がめちゃくちゃ細く長く見えそうだなと思って選んできました。開き口でちょっとこっくりめのカラーと、ソール部分もブラックでこう引き締まる感じのデザインになってて、これもすごい使いやすそうだなと思ってまた買ってしまいました。履くと本当に足が細く長く見える美脚ブーツなんです。続きまして、スーパーキュートなこちら、じゃーん、パール付きのニットです。まずケーブルの編み地がすごい今年っぽくて、そこに小粒のパールたちが散りばめられております。ニットがこうちょっとモヘアっぽくなってるんですよね。これ1枚で本当に着映えして盛れるニットだと思う。ふわっとした素材感も可愛いし、こう1枚で顔周りがパッと明るくなると思います。あと袖がこうぷっくりしてる感じもすごいレトロでおすすめ。これ絶対着てたら、そのニットどこのって聞かれること 100%間違いなしです。
かぶってるベレー帽がこちら。これもザラです。今年は結構白とかベージュ、ピンクとかいろんなカラバリのベレー帽が発売されてて、だからこう久しぶりにベレー帽の気分が再来しております。かぶり方としては前髪とかもピチッと入れ込んでタイトにかぶってあげるのが今年っぽいかなと思います。余談なんですけど、このパンツは心臓のものです。名品って言われてて、履くだけでこなれ感が出るチノパンで、すごく今年のクラシカルなコーディネートに相性抜群なのでおすすめです。最後のアイテムがこちら、じゃーん、クロップド丈のブルゾンです。今年ってクロップド丈がめっちゃ流行ってるんですけど、ブルゾンまでクロップドにしちゃうなんてさすがザラやなと思いました。このブルゾンはシンプルな合わせに羽織るだけでめちゃくちゃ今年っぽくなるアイテムです。襟元と袖や裾のリブが結構しっかり効いててめちゃくちゃシャレ見えします。コーディネートはこちら。カジュアルなアイテムなのでスリットのタイトスカート合わせてセンシュアルさをプラスしました。 T シャツもザラのものです。このキラキラしたスパンコールがついてるロゴ T ってちょっと一昔前に見たことないですか？これが Y2K っぽくて今年取り入れるとおしゃれに見えるんじゃないかなと思って選んでみました。バッグや靴もボアのバッグだったりロングブーツを合わせてちょっとこうカジュアルすぎない、そんな感じ、レディーにまとめてます。このブルゾンは丈が短いし、あとハイウエストのスカート合わせることでより足長効果、腰を高く見せることができます。アクセサリーもザラです。このね、チョーカーなんですけど、カチッとした固めのチョーカーがめちゃくちゃ今年っぽいんですよ。 T シャツとかシンプルなニットに合わせるだけでたちまち今っぽくブラッシュアップしてくれるのでめっちゃおすすめです。例えばこういう華奢なネックレスと重ね付けしてもめちゃくちゃおしゃれ様に見えると思います。番外編がこちら、じゃーん、スニーカーとローファーもゲットしました。これは両方結構ソールがぽってりとしてるのでスタイルアップして履けると思います。このローファーなんですけどめちゃくちゃ高見えしませんか？このこっくりとしたボルドーのカラーが秋冬のねお洋服にめちゃくちゃマッチするんじゃないかなと思って選びました。このビットの感じも映え感がありますよね。これはもうすごい履きやすい。結構田辺はザラのローファー雨の日とかも気にせずガシガシ履けるので履いちゃいます。スニーカー、じゃーん、このカラーリングすごい珍しくないですか？ベージュのワントーンの感じにちょっとくすんだグリーンみたいな感じなのかな、ディテールが入っていて、これもコーディネートにプラスするだけでニュアンス感が出せるなと思って選んでまいりました。ザラの秋靴、この2足がおすすめです。皆さん10万円分購入品はいかがでしたか？ザラのトレンドアイテムをゲットすればこの秋冬はおしゃれ様に過ごせること間違いなしです。この動画が面白かったなとか興味を持っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。コメントもどしどしお待ちしております。全部お返事いたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイナラホーイ、ザララーン。ブーツをチラ見せしたと、短めだからこそ結構足元のおしゃれをアピールできるんじゃなと。もう無理、どうしたらいいの？足元のおしゃれを楽しめると思います。決めたぜ。いた。やった。ただでさおりだよ。